こんにちは、キンドンガン。ちぎれた恋の道糸を、あなた返して、捨てないで。これまでは永井優子はこう、まあ、しっとり演歌だったり、こうパワフル演歌だったりを拳コロコロ、メリハリ強弱つけて歌っておりましたけれども、今回の雪国一人はシンプル素敵な作品でございますので、シンプルに歌ってもバッチリな歌でございます。ぜひ皆さんもチャレンジしてください。肩に力を入れて、あ、歌ってやろう、こう歌ってやろう、技術一切いりません。素直にシンプルに歌っていただきたいんです。声を前に出して言葉を伝える、それだけを心がけて歌っていただきたいと思います。あとね、永井優子の歌をしっかりと聴いてみてください。永井優子も拳回してませんよ。ザ・シンプル。ナッツボンっていうお菓子ご存知ですか皆さん。あのね、落花生の形してるんです。キャンディーですよ、キャンディー。落花生の形してるのをキャンディーでナッツが入ってるんです。で、食べるとボリボリボリってこうすぐ崩れるんです。キャンディーみたいに固くないし、柔らかバリバリバリって噛めるナッツボン、これハマってます。これハマって、マネージャーさんにもう、これスーパーだったらいっぱいあるかもしれないって言って、スーパーにお仕事行った時、お願いしたらね、5袋も買ってきてくれてたんですよ。5袋もうなくなりました。お待ちしてます。あ、思い出した。私ね、歌手、まあ、デビュー15周年って言わせていただいてますけれども、歌手になってね、こんなことあんのかと思うようなことが起きたんです、今年年明け。しかもお客様の前で初めて歌わせていただくお仕事の時、歌詞すっ飛んだわーって思って出てこないんですよ、歌詞が。それもね、そして雪の中、よってあなたに捕まりながら、なんだっけって思わず言ってしまいまして、でね、ファンの方が教えてくださったんですよ。次何ですかって聞いたら、さすがにね、カラオケ好きの皆さんが、そして雪の中を愛してくださった皆さんがたくさん会場にいらっしゃったから、赤いって続き歌ってくださったんです。そしたらもうバッチリ分かったんで、それでは出直してきますって言って、一回袖に引っ込んでまた出てきてね、バッチリ歌いました。私はカラオケが大好きなのですが、これからは男性の歌にもチャレンジしたいと思っています。女性が男性の歌を歌う時などのコツなどあれば教えてください。よろしくお願いします。今年、何度もまたタイミングがいい、2月の4日にアルバム発売いたしました、心歌というアルバムなんですけど、この中に永井優子の男歌がいっぱい収録されてますんで、ぜひお聞き逃しのないように聞いていただきたいと思うんですけど、まあ、心がけてることっていうのは、やっぱりこう声をしっかりと出していただいて、やっぱり女性のちょっとこう弱いなイメージとはやっぱり違って、太いずっしりとした声を出せると、こう男歌もうまく歌えるんじゃないかなと思ってます。ですから、こう声を前に、さっきも言いましたでしょ、声を前に言葉を伝えるように歌っていただくとバッチリだと思います。今年はデビュー15周年、まあ去年の6月21日から今年の6月21日までが15周年、いやーということでございます。なんとね、今年はじゃじゃじゃーん、リサイタルがございますよ。リサイクルじゃないですよ、リサイタルでございます。2015年、永井優子デビュー15周年のリサイタルを、私のふるさと佐賀、そして東京の浅
さあ公会堂の方で3月の2日に開催させていただきます。ぜひとも永井優子の全てを見せます。今の永井優子の全てを見せますので、のぜってのでぜひ皆さん見に来てください。リサイタル。探して